都市やっていきますけど、やっぱり都市の街ってさ、都市の国じゃねえよ、何やったっけ、やっぱり思った通り難しかったっすね。で、あの秘密の通路とか難しかったんで、星も難しいかなと思ってさ、この空気読まんおっさんをいたしたこの上には空気読まん犬までいるんですよね。犬までここにほら犬いるやろ、今ちょっと一瞬見えたんですけど、ほらほらほら、こいつはみんな空気読んでなかったんで、すごい難しい面だったんですけど、でして、だからちょっと下見しましたね。この今通路に、隠し通路に1個星あったと思うんですけど、星の場所はだいたい確認してからになりました。今回長い動画になると悪いから、でここにありましたね。これが最後に見つけたやつですわ。何のために気球がいるんやっていうところを考えてあげれば見つかるっていうね。何のためにね、意味のないものなんて置かないですよ、任天堂は。そういう風に考えていきましょう。でこの上にあるのも、まあ、まあ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 任天堂です。で通路の中はあるで、最後に入るとして、あと2つどこやったっけ、なんかあの自動車学校じゃねえよ、何やったっけ、立体のところに1個あったな、あとはなんか細い穴のところに1個あったのを覚えてます。よっしゃ、記憶力が勝った。本当はそんな風に撮る予定なかったんですけど、あとはなんか細いところにあったんですよね、下の全然覚えてねえがな、なんかマップでいうとこの辺やった気がする、ピンク色の建物やった気がする、なんかこの辺結構難しく、あ、これか、覚えてねえがな、あんた下見したっつって覚えてねえがな。なんかもうちょっと遠くから見てみましょう、俯瞰でね。あ、この中かな、この中かな。あった、またクールまで行くことになっちゃいましたね。で最後はあそこの秘密の通路に行けばいいんですけど、秘密の通路あ、ここ、はい、本編やってる時からここ絶対星出るわって言ったやん。そうやそうやそうや、秘密のツールの入り方また忘れたっていうね、難しいんですわ、地理関係が田舎もんなんで。ちょっと待って、上を見てて秘密のツールどこ、上を見てて通路があるところってとこ、うわー、ない、通路があるところなんてないよ。車庫のところの横、こっちかな、車庫のところの横ってとこやったっけ、あれない、車庫って何やったっけ、あ、これ車庫の横、あそこにさ、ヒントみたいな看板も今思うとあるんやね。この上に確か看板があるんですよ、3個の絵って何、車だけで行けるとこにあったっけな、3個の絵って何やっけ、あー、飛行機いる、はい、OK、ここ取った。ここの面が今のところ一番難しい、当たり前かもしれんけど、上に行くほど難しいかもしれんけどさ、だから上から行った人はもう楽しめんよね、最後のこのゲーム。どうなった？コンプリートしたことになったのか。はい。